はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、マサデュエル診断とあと新リミットレギュレーションの適用がお知らせ来ましたので、こちらの内容についてねちょっとお話を、考察と解説をしていこうというふうに思っております。まずリミットレギュレーションの適用についてなんですが、制限カードとなるカードと枚数制限解除されるカードがありまして、全部で3枚ですね。使えるようになるカード、規制緩和しかないんですけども、ヤタガラスとプトレマイオス、まあ、これおじいちゃんが好きそうな2枚ですね。これ後で解説をしていきます、効果とかもね。で、毎週規制が解除されるカードが遠征流ブラスターというところで、まあ、ブラスターはもともとね2枚使えてたんで、まあ、3枚になったところであんまそんなに影響はないかなと思うんですが、ヤタガラスとプトレマイオスっていうなんかクソレッカーのおもちゃが、まあ、実装、まあ、使えるようになるというところで、まあ、ちょっとこの辺を先に解説をしていこうかなと思うんですが、まずですね、ヤタガラスというモンスター、これまあ、皆さんもよくご存知かもしれませんがね、めっちゃ昔のカード、これ何年だ ?2001 年ですって、2001年のカード。このカードは、風属性の悪魔族でスプリットモンスターですね、レベル2のモンスター。で、特殊召喚できないという制約ついてまして、まあ結構ね、難しいんですよ、こいつ。普通にそのデッキから呼んできたりするのはね。はい。で、このカードは、相手に戦闘ダメージを与えると、次の相手のドローフェーズをスキップするよっていう、このドロースキップ効果、これがね、まあ、なかなか厄介で、その昔の遊戯王は、こいつでドローロックできるから、その一生、全部パーして、ヤタガロックでバババぶん殴ることによって、なんか相手をロックできたから、強すぎて、まあ、クソゲーすぎて規制されていたと、ずっと禁止だったっていう感じなんですけども、最近 OCG の方でもね、制限が解除されまして、マスターデルでも別にこのぐらいだったら、まあ、令和のカードプールでね、これを活躍させるのは非常に厳しいだろうというところで、解除されたと。まあ、多分ね、環境に影響は特にないと思います。正直ね、クソデッカーは多分喜んでると思うし、まあ、僕もこのカードを使ってね、ターンスキップ、ドロースキップデッキを作ろうと思ってるんですが、まあ、多分クソレッカーしか多分喜んでないかなと。はい。で、スプリットモンスターなんで、もちろん召喚リバースしたターンのエンドフェーズに手札に戻っちゃいますよという効果ですね。はい。多分影響はない、環境に。で、もう一枚がね、プトレマイオスというモンスターなんですが、まあ、これはね、まあ、多分プトレノバインフィニティみたいな、呪文を皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、どういう効果かっていうと、ランク4のエクシーズモンスターで、攻撃力550、2600、光属性の戦速。レベル4モンスター2体以上で作れると。で、1番の効果が、素材の数で効果が変わるんですけども、3つ素材を取り除くと、相手のターン、自分のターンにフリーチェーンで発動できて、ナンバーズモンスター以外のこのカードよりもランクが1つ高いエクシーズモンスターを、このカードの上に重ねてエクシー召喚扱いで出せると。だからレベル4を例えばまあ3体で出したとすると、素材を3個使っていきなり自分のターンになんかこいつよりも1個ランクが高いランク5のモンスターが出せると。でこれでね、サイバードラゴンノバっていうモンスターを出して、ノバの上に重ねてインフィニティみたいな動きをするのが結構強かったと、昔はね。まあ、今ちょっとそんなにインフィニティドヤ顔で出してもそんな強いかと言われると微妙ですけども、はい。まあそういう動きができたと。で、7個の素材を使うと、これ結構面白いんですけども、自分のメインフェーズで発動できて、相手のターンをスキップすると。このですね、効果ね、なんと令和で使っていいということで、まあ誘発とかもね、たくさんありますからそんな決まんないんですけども、割とね、手札1枚から、ターンスキップを確定させるムーブは一応あります。テラナイト、セイクリッドあたりのギミックを使ったり、まあ、ランク4のギミックを使ったりすると、まあ、一応妨害がなければ、手札1枚からこいつの素材を7個にして、相手のターンを完全スキップすると、まあ、だから、アルカルホースザワールドみたいなね、感じですね。はい。これができるというところで、またこれも多分クソレッカーが喜ぶ。まあ、環境で使われるかは謎。というね、そういう、まあ、カードですね。で、お互いのエンドフェーズに発動できて、自分のエクストラデッキの、ステラナイトカード、素材として、吸収できるという効果ですね。だから、なんかそんなに環境に影響を与えなそうな気がしてるんですけど、まあ、かなりね、楽しいモンスターにはなってるかなというところですね。さあ、お次はですね、診断の、お知らせが来ておりましてですね、セレクションパックからちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。10月の30日、まあ、多分おそらくメンテナンス明け後で、レコードオブノーブルスピリッツが、来ますよというところで、またマサデルさんその5枚しか、カードが分かんないんで、まあ、この見えてる情報の中でお伝えできることをお伝えしていくしかないかなと思うんですが、まずは、こちら左側書きますか、支援の、トガ姫というモンスターですね。これ、OCG タイムズで発表されたモンスターで、
OCG とマスターデュエルで、まあ、ほぼ同時期に実装される、まあ、非常に貴重なモンスターでございますと。はい。で、これどういうモンスターかと言いますと、1番目、あ、か、召喚条件か、まず。リンク3の2700打点あって、で、悪魔族モンスターですよと。で、効果モンスター2体以上で作れますよというところで、結構簡単に、出せますね。効果モンスター2体以上なんで、しかもリンク3なんでね、なんか、適当になんかヒートとか出して、相手のもうららパクってそれでいきなり出したりとかできますし、まあ展開力があるテーマであれば単純に3体並べて出すっていうこともできますし、まあいろいろ出し方は豊富で、1番目のね制約は結構重くて、このカードがモンスターゾーンに存在する限り自分は炎属性モンスターしか特殊召喚できないよと。だからこういった素材にアクセスコールとか出せなかったりとか、サロセーレスとか出せなかったりとか、まあそういう制約がありますね。で、2番目、自分のメインフェーズに、自分の墓地から炎属性を特殊召喚で効果も有効になってるんで、まあこれが結構強いです。普通にだから2番の効果で、まあ、そのリンク4以上を稼げるんですよね、自身含めて。だからリンク4以上を有しているテーマとは結構相性がいいと言われていまして、炎属性のね、例えばですね、まあ、マスターデュエルでも存在しているテーマで言うと、例えば相性がいいテーマね、サラマングレイトとか、あとそれからまあレスキューエースとか、まあインフェルノイドとかですかね、炎属性、あと炎王とかね、炎王とかは特にその3番の効果相性いいとか言われてるんですけども、ちなみにこのなんかその炎属性縛りの中でリンク数伸ばせるっていうところから、OCG ではね、アンブロエールっていうモンスターがなんかそのトガ姫発表されてから高騰していると値段がね高くなっているっていう話を聞きました。はい。で、3番目の効果は、こいつが墓地に存在していると相手のフィールドにモンスターが特殊化されたら、自分の場のモンスター、炎属性モンスターと相手の場のモンスターをぶっ壊して、自分を墓地から特殊化できるという効果が、使えると。これはまあ相手団でも使える効果になってるんですけども、これが、まあ、結構 AO とかと相性がいいんじゃないかとか、言われてまして、まあ、結構ね、炎属性は今後のやつの財宝っていうテーマがマスターデュエルにも実装されて、まあ、ちょっとまた強くなったりとかするんで、まあ、その時に本領発揮するような気はするんですよね。今のところはなんかそんなに相性がいいテーマは、ま、思い浮かんでなくて、サラマングレイトとかは結構相性いいと思うんですけど、マスターデュエルではね、うん、サラマングレイトちなみにリンク4がいますから、リンク4とかリンク5がいる炎属性のテーマがいいと思うんですよ。だそこで言うと、まあ、サラマングレイトなのかなという気はしてます、今のところは。はい。ちょっとまたこれは研究していこうと思ってます、自分でも。で、こっちですね、東スムハクツナギさん。これはですね、スピリットモンスターってまして、戦士族の、レベル11、でか。攻守が3000。で、このカード特殊召喚できませんと。で、通常召喚したモンスター一旦リリースすると、アドバンス召喚できるという、ルール効果ありますよと。というところで、スプリットモンスターは結構召喚権増やしたりとか、まあ、いう効果があるんで、まあ、その辺を使ってね、出していくデザインになっているというところです。で、召喚リバースした場合に、相手は自身のフィールドのカードを任意の数だけ選んで墓地を送ることができるよと。まあ、これ別に墓地送んなくてもいいんですよね。はい。墓地を送られたら、お互いにデッキからドローをして、で、この効果発動したら、エンドフェーズにお互いのフィールド墓地のカード、及び除外されているカードを全部デッキに戻すよというリセット効果がありますと。でね、このね、モンスターが、まあ、そんなに強いかと言われると、まあ、そこまでという評価なんですけど、これ何が、重要になっているかっていうと、このモンスターが入っていたパックのスピリットモンスターが強いんですよ。ね、OCG の方ではもうすでに存在しているこのね、サキタマというモンスターが、同じパック、サイバーストームアクセスに入っていて、これがですね、環境でも大活躍してるんですね、今でも。サキタマっていうモンスター、これどういうモンスターか見ていきましょう。光属性のレベル4のモンスターで、攻守が400、900で、天使族のスピリットモンスターですね。通常召喚しかできなくて特殊召喚ができませんと。で、このカード名の1、3の効果はそれぞれ一旦一度、これが強いです。手札のこのカードを自慢すると、手札からスピリットモンスターいた召喚するよと。まあ自分もスピリットなんで自分出せるんですよ。だからレベル4を単純に召喚できるという効果とですね、効果でこれ特殊召喚じゃないんで、例えば増殖する字を踏まないっていうメリットもあるし、特殊召喚、何々しか特殊召喚できないので縛りをね、無視することもできるんですよ。例えばこのカードが入ってるその環境で活躍してるテーマで言うと、エクソシスターとか、ね、それからまあ残機とか、なんかそのサイバース族しか特殊召喚できない縛りとか、あとエクソシスターモンスターしか特殊召喚できないみたいな縛りがついちゃうんですけどね、展開途中に。だけどこれ召喚だから召喚だから別に大丈夫っていう、これがね、とても相性が良くて、そのランク4を使うテーマであれば誘発貫通力にもなるし、展開を補助することもできるので、まあ、こいつを入れて、まあ、その辺をアップしてあげる、デッキのパワーをアップしてあげるっていう構築がありますね。はい。でこれはもしかしたら来るかもしれません。
はい、同じパークに入ってたんで、しかもスプリットだし。で、このカードが召喚リバースしたターンのエンドフェーズにこのカードを持ちの状態で戻すという、まあ、一応共通効果と、リリースされたらあの墓地からスプリット回収ってことなんで、まあ、さっきのね、この、何でしたっけ、この人の名前、ツムハックつなぎさん、とかでリリースすると一応回収できるみたいな、まあ、感じの効果だから、これというか、なんか先玉が入ってそうな気がしてるんですよ、個人的には。なんで先玉が結構楽しみですね。はい、で、トーンさんをちょっと一回置いときまして、次これですね、テラナイト、セイクリッド、カドケオス、これもね強いんですよね。まあ、新しいねテラナイトおよびセイクリッドエクシーズモンスターってまして、ランク4、2500-1650で魔法使い族のレベル4モンスターキャラ2体以上という、まあ、汎用ですね、で作れますと。で、1番2番ありまして、1番の効果、このカードがエクシー召喚成功したら自分の墓地のテラナイトかセイクリッドを回収できるということで、まあ、例えばウヌクであの落としたカードを回収したりとか、あと、まあ、1回使い終わったなんかアルタイルとか回収したりとか、まあ、落としておいて回収みたいな動きもできますし、2番の効果がね非常に優秀で、これ手札デッキからテラナイトかセイクリッドを除外しますと。で、このカードの復習作用を1つのぞいくと、除外したモンスターの召喚成功時のコピーしますと。だから、テラナイトとかセイクリッドモンスターって召喚成功時に例えば墓地から特殊召喚するモンスターとか、あとなんかそのサーチする、セイクリッドモンスターサーチするとか、まあ、そういうね、なんかそのキーになってくる効果が召喚成功時効果になってるんですよ。だからこれをね、コピーできるのがめっちゃ強くて、カドケウスはそのプトレマイオス、さっき言ったプトレマイオスのターンスキップをする時とかにも、まあ、めちゃくちゃ活躍してくれるんで、もうこのカードが来たことによってその7素材のプトレマイオスを出して相手のターン完全スキップっていうクソみたいなムーブをできるようになったというところですね、簡単に。はい、っていうのは1枚から、まあ、これはちょっとまた動画にしようと思います。そして、グランドレミコードクーリアさん、いやー非常にエッチですね、イラストが。まあ、これ置いておきまして、めちゃくちゃ強いんですよこいつ。ドレミコードっていうテーマが、そもそもどういうテーマかっていうと、ペンディラムテーマで、ございましてですね、はい、こういうテーマですね、なんかね、ペンディラムのテーマの中では正直そんなに強くはないと言われていた、テーマなんですけど、まあ、強いカードはいくつかあるんですけどね、まあ、ちょっと可愛い性能してるなみたいなこと言われてたテーマなんですけども、あのね、グランドレミコードクーリアさんが来たことによって、妨害と、それから展開力を手に入れることができまして、これめちゃくちゃ強くなりました。効果説明していきましょう。リンク3、攻撃力が2700で、天使族、ペンデルモンスターを含むモンスター2体以上というね、すげえ出しやすいんですよ。例えばエレクトラムとアストログラフマジシャンみたいな、もうそこだけで出ます、リンク3なんでね。とか、あ と,、ビヨンドザペンデラムとなんか適当なペンデラムモンスターみたいな、まあ、そういうなんかクソ適当なあの条件というか、まあ、盤面で出るんで、めちゃくちゃ簡単に出せると。で、効果ですね、1番目は打点アップ効果、エクストラデッキの表側表示の P モンスターの数かける100アップだから、まあ大体ペンデラムデッキってあのエクストラデッキにめっちゃ溜まっていくんで P がね、なんでまあ3000超はなるかなと。で、2番目、リンク先の P モンスターが発動し効果無効化されないと。これね、ちょっとね、めっちゃ強いんですよこれ。面白コンボがあって、有名なのはあの覇王竜の魂というこうカードの効果、トラップカードですね、トラップカードの効果で、あのハオリザークを出していくことができるんですけども、ザークがですね、ハオリの魂で出てきたザークは効果無効になってるんですよね。だけどあいつ強制効果なんで、出てきたのに全部相手のカードを破壊するっていう効果が発動しまして、こいつのリンク先にそのザーク出すとなんかその無効化されないから、効果が、だからザークの効果有効になっていきなり相手のカードを全部破できるっていう、そういうコンボがあるんですよ。まあちょっとハオ系 の, あの新規カードが多分まだマサデルに実装されなくて、まあ、ちょっとハオリの魂をどうやって察知するんだっていう話はあるんですけども、決まったらね、めっちゃ強いコンボになってまして、はい、これは普通に実用的なコンボになっています。まあ、覇王ドリームコードみたいなデッキができるかもしれません。で、3番目、一旦に一度、これもね強いんですね。はい、これ万能無効ってまして、相手が効果を発動した時に自分の P ゾーンの P スケールが奇数のドリームカード、ドリームコードカードを、リンク先に特殊召喚すると。だからペンデラムゾーンから前に出すみたいな感じですね。で、その、効果を無効にできる、発動も無効にできる、だから何でもいいです。ハーピーのハリボールとかね、ペンデラムテーマには非常に効くと言われている、後ろ全部発する効果とか、それからモンスター効果ね、なんか今で言うところのなんかそのアライズの効果と か, なんかそういう効果も一応無効にできたりするんで、はい、なかなか強いと。で、その後デッキから P スケールが偶数のドリミコード、P モンスター1体をエクストラデッキに表が表示加えることができるということで、まあ、次のターンの準備もできると。今までね、ドレミコードってね、その盤面にドレミコードがね、並ばなかったんですよね、最終盤面が。なんか、アポロウーサと、
なんかボルテックス、オルトワイズボルテックスになったりとか、なんかそのランク8とかランク7のモンスターになってて、なんかその最終盤面ドレミコードですかこれみたいななってたんですけども、最終盤面これドレミコードクーリアさんがあの爆誕することになりましたので、まあ今後はドレミコード感がすごい増しましたね。はい、しかもとても強いというところで、こいつをまあ使っていくことになると思います今後はね。はい、それからトライエッジマスター、まあこれ誰やねんって思うかもしれませんが、プロモーションパック、なんかジャンプフェスタとか、で配られていたパックの、モンスターでございまして、汎用シンクロモンスターですね。これね、効果かなり強いです。はい、だから1枚は確保しておきたいモンスターとして、チューナープラスチューナー以外のモンスターは1体以上で作れる、レベル6のシンクロ。打点は2100の、守備1800、戦術力。で、このカードの、1番の効果は1ターンに1度しか使用できないよと。このカードがシンクロ召喚成功したら、シンクロ召喚に使用した素材、シンクロ素材モンスター1組のレベルの組み合わせによって、以下の効果が適用できると。3体以上を素材にしたら、全部適用できると。レベル1とレベル5だったら、フェーズのカードを1枚選んで破壊する。強いですね。で、2と4だったら、デッキから1枚ドローする。これも普通に強力。まあ、なんかあれ、スターダストチャージ容量みたいな感じですね。で、レベル3とレベル3だったら、チューナーとしては使うというところで、まあ、3体出したら全部使えますし、まあ、普通にどんなデッキで出しても、大体どれかは使えますし、まあ、どれでも強いんでね、これね。はい。だから、これはね、だって今後も、活躍してくれる、まあ、シンクロレベル6モンスターになってくると思うんで、まあ、1枚ゲットしておきたいなというところはあります。はい。で、セレクションパックは以上でございましてですね、シークレットパックですね。はい。シークレットパック、リブロマンサーとかサイバース族関連のカードが収録されたシークレットパックが実装されますよということで、まあ、ちょっと内容が全くわかんないですよね。全くわかんないですよ。まあ、一応、リブロマンサーの新規カードだけ紹介します。まあ、おそらく来るであろう、リブロマンサーオリジンというカードですね。これね、万能サーチの永続魔法になってて、これめちゃくちゃ強いんですよ。永続魔法カード、このカード名の、カードは1ターンに1度しか、1枚しか発動できないし、丸さんの効果は1ターンに1度しか使用できない。発動時の効果処理。で、デッキからリブロマンサーオリジン以外の、リブロマンサー魔法トラップカードを自分のフィールドにセットできますよという効果ありまして、これがね、リブロマンサーオリジンからそのライジングをサーチして、でライジングでサーチみたいな動きができるんで、まあ、そもそもこのオリジンがリブロマンサーカードに変身できるし、まあ、あればリブロマンサーカードがあればトラップカードとかもセットできるから妨害として用意することもできるというところで、これめちゃくちゃ強いですこのカード。まあ、これ多分3積み確定になると思うんですけど、まあ、ちょっと来るか分かんないんですけどね。はい。で、ゲッシュモンスターの打点が、レベル ×100 アップするということで、まあ、3000超に結構なったりするので、割と殴られにくくなると。で、3番の効果もめっちゃ強くて、自分のフィールド上にゲッシュモンスターがゲッシュされたら、相手のフィールドのマジックトラップカードを破壊できるということで、まあ、その出しながら、ついでに破壊できるんで、まあ、仕事はめちゃくちゃしてくれるかなというところですね。はい。まあ、ちょっと来るか分かんないですけど、来たらこれはまあ3積みしたいカードになってます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、ざっとね、今回の新パックの内容とレギュレーションについて解説してきたと思うんですけども、まあ、最後にちょっと言いたいのはですね、私が、まあ、診断実装とても楽しみですし、この OCG デュエルモンスターズのファントムナイトメア、これのまあ宣伝もまあとても楽しみですし、なんなら診断予約したんで、イーベル入ってるから、はい、めちゃくちゃ嬉しいんですけども、ちょっとね、OCG のその宣伝をマスターディル内でする、まあ、労力があるのであれば、できればですね、診断の情報もうちょっといただきたい。もうちょっと診断の情報をいただきたいなと、個人的には思ってます。まあ、もちろんね、ファントムナイトメアも重要ですからね。まあ、これも買いますよ。もちろん。買いますけども。はい。ユベルタス、エービヒ、リーベ、ベキター。かっこいいじゃないか。はい。これめっちゃ超融合しやすいってね。モンスターなんですけど、これめっちゃかっこし強いんですけど、いや、わかるんですよ。OCG 買ってほしい気持ちわかるんですけど、できればマスターディルの方のお知らせにもうちょっと力入れてほしいなと。はい、いうふうに思ってますが、皆さんはどうお考えでしょうか。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。